はい、どうも、ジーリです。今回、新イベント情報が来ているので見ていきましょう。こちら、イベント、バーンマイソウル開催について、どういうことをやってきました？アキトくんバナーでございます。新旧後初の箱イベントですね。今回、アキトくんめちゃめちゃ絵柄変わってますよね。まあ、新旧後っていうのも合わせてね、なんかこう、制作人的にもちょっと雰囲気変えていこうみたいな意図があるのかもしれないですね。公式の説明としては、ラッドウィーケンドを超えるため、剣と作戦会議を行うビビットバットスクワット。その中で活路を見出したアキトは、今や冷め切ってしまった街のみんなの心に火をつけるため、自らの限界を突破しようとするが、ということで、ビーバスだけではなくビビットストリートもね巻き込んだお話になっていくのかなと思われます。で、今回のイベントですね、タイトルがバーンマイソウルということで、まあ、直訳すると魂を燃やすみたいな、私の魂燃えろ的なね感じの言葉になるんですけど、ちょっとねイメージとしては、あのカシカの真の像よ動け、心臓よ動けってやつとちょっとね似てる感じもしますし、あと今回のイラストが去年行われたパワーオブユニティのアキトくんバナーのイベントと割と構図も似ていて、後でね見ていくんですけど、タイプもねキュートタイプで同じなんですよね。その辺も踏まえてアキトくんバナーのお話としてより先へ進んでいくって感じの展開になるのかなと思うと激アツですね。全てジールの妄想です。はい、詳細見ていきます。開催期間は10月12日から20日までということで、ちょっと短め8日間イベントですね。そして肝心のボーナスは、タイプボーナスがキュートタイプ、キャラクターボーナスはビビットバットスクワット全員となっています。メンバーボーナス星4は炎の継承東雲明と、眠ってしまわぬようにあずさは小羽、不意の挑発めぐりねルカということで、この3人が星4となります。まあまあ予想通りっていった感じのメンバーですね。アキトくんの炎の継承っていうのめちゃめちゃかっこよくないですか。アキトくんで継承の物語っていうと、前回のカシカの時のイベントファインドアウェイアウトの方でケンさんとね、なんかアキトくんにちょっと似たような部分がある、その思いを継承するみたいなお話が展開されていたので、そういったところでねケンさんと何かしらの関わりが描かれるのかもしれないです。続いて編成見ていきましょう。3周年のアップデートでイベントボーナスが変わりましたので、既存メンバーのみの場合最大で 300%、 星3以下の場合はボーナスが減って 250% となります。そしてピックアップボーナスを含めると 360%、 バスラも含めると最大で 435% のイベントとなります。編成に星4入れられる人は星4をねいっぱい入れるようにしてください。ということでメンバーも見ていきましょう。報酬メンバーとしてはこちらに移っているメンバーです。星3メンバーもそこそこいるんで、編成自体は組みやすいかなと思います。星4についてはカラフェスのアンちゃんが 140%、 あと前回のカラフェスアキトくんも 140% で入ってきますので、この辺のねメンバー持っておいたら編成に優先的に入れてあげてください。はい、ということで今回はアキトくんバナーのイベントについて見ていきました。アキトくんはですね、今月去年の2周年限定の復刻がありますね。あとは11月にバースデーも控えているということなので、まあまあ地獄な周期なんですけど、皆さん頑張ってください。はい、といった感じで今回の動画終わっていきます。よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。